日本留学を心待ちにしていた留学生の皆さん11月30日からオミクロン株への緊急避難的な措置として予防的な観点から留学生を含む外国人の皆様の日本への入国については当面1か月の間は停止とされています日本で学ぶことを心待ちにしておりようやく入国のメドが見え始めた矢先に 急遽皆様の入国が構わなくなったことは私としても大変残念に思います。日本に関心を持ち留学して学びたいという思いを持つ皆様が来日して実際に日本に住みキャンパスや地域社会において様々な人と交流し日本についての理解を深めていただく機会があることはとても大切なことだと思います。そしてさらに皆様が ご卒業された後に日本の良き理解者としてさまざまな場所でご活躍いただくことは私たちにとっても大変嬉しいことです今回の措置を受けしばらくの間皆様が母国においてオンラインなどを活用しながら学習を進められるようにしていきたいと思います文部科学省としてはこれまで進めてきた留学生30万人計画を踏まえ さらに大学や日本語教育機関等が留学生の皆様の学習機会を確保するようオンライン教育コンテンツをまとめたプラットフォームの整備やオンライン環境での質の高い日本語教育への支援を進めてまいりたいと思いますまた何よりも皆様の入国が可能となった場合には文部科学省としても手続きを最大限迅速化できるよう 大学等の関係者と連携し全力でで取りり組んままいります皆様が日本で安心して学ぶことができる日が来るまでは皆様の学習環境を整えつつ日本でお会いできる日を心待ちにしております。